お疲れ様です。西尾でございます。今日はですね、私が思う歌唱評価されてるギタリストトップ3紹介したと思うんですけど、評価はされてるんだと思うんですけど、個人的にそのプレイヤーがやっぱ好きなので、いやもっと評価されてもいいんだろうと思う人を3名紹介させていただきたいなと思いまして、じゃあですね、まず3位なんですけども、3位がですね、アンディ・ティモンズ。評価をされてるんですよ。アンディ・ティモンズはめちゃくちゃ評価されてると思うんですけど、俺の勝手な思いでは、いやもっとされていいやろみたいな、もっと上に行ってもいいんじゃないのかなと思うギタリストで、何がすごいかというと、やっぱあの人ね、何でもできる、その器用さで、トーンコントロールがね、もうね、群を抜いてるんですよ。まあそれはもちろんコントロール上手い人いるんですけど、なんか自分が思うに、あの人ぐらいコントロールしてるのってなかなかいないんじゃないのかなって思ってて、あの人のなんかこう曲で Cry for You っていうのがあるんですけど、まあ、あの曲のなんかトーンコントロールとか感情のこうなんか持っていき方、最高すぎますね。やっぱ評価される基準、まあまあいろんなパターンがありますけど、やっぱりなんか大きなバンドに在籍して治るっていうパターンがね、俺結構多いんじゃないのかって。今はもう YouTube あるから、まあ少し違うのかもしれないですけど、ちょっと前までやっぱなんかこう在籍するバンドが左右してたような感じが自分はしてて、アンディ・ティモンズは一応バンドに出たんですけど、デンジャーデンジャーっていうあのとこに行ってたんですけど、そんなになんていうんですか、ボーンみたいな感じはないから、それがもしかしたら要因なのか。で、あ、彼も YouTube チャンネルは持ってるんですけど、そんなにグイグイやってないんで、今インスト作品も結構いろいろ出してて、でスティーブ・バイとね、なんかスティーブ・バイのレーベルから出してたのかな。やっぱスティーブ・バイが彼の才能をね、やっぱ評価してるから、彼のレーベルから音源出したりとかしてまして、使ってるギターはね、アイバニーズのシグネチャーモデルで、結構何本も出てるんで、結構ね、俺アンディ・ティモンズの評価が高くて、めちゃくちゃうまい。フィジカルが超強いし、マジでミスしないですね。なんかライブ映像みたいなのあったんですけど、全然ミスんないとか、ミスってもね、わかんないんですよね。カバーの仕方もうまいし、本人では多分、あ、ここミスったとか多分あるのかもしれないですけど、全然自分が見てもわかんないんで、めちゃくちゃうまいんで、もし、いや、ほとんどの方は知ってると思うんですけど、まだ知らないっていう方は、本当にうまいやつのギター演奏をね、ぜひ見ていただければいいんじゃないでしょうか。じゃあ続きまして、第2位がね、マティアス・エクルンド。マティアス・エクルンド知ってますか皆さん。ヤングギターとかね、それ系の雑誌を見てる人は多分知ってると思うんですよ。超テクニカルで。で、歌も歌ったりするんですけど、ちょっとね、難解な部分があって、変拍子とかをガンガン使うんで、そういうポップなものが好きな人から聞くとちょっととっつきにくい部分があるんですけど、でも変拍子使ってる割にはね、結構ナチュラルに聞こえるんですよ。多分ね、はめ方がうまいとか計算してるんで、だから俺個人的にはね、歌もめちゃくちゃうまいし、ギターもめっちゃうまいし、いやもっと評価されてもいいんじゃないのかなみたいな。そう、マッティアス・エクルンドもね、なんか大きいバンドに在籍したってわけじゃないんですよね。バンドとかには属してたりしてたんですけど、それが売れたとかではなくて、個人でね、自分のバンドで多分活動やってたと思うんですけど、フリークキッチンかな、フリークキッチンでずっといろいろ活動してて、まあソロでもアルバム出してるんですけど、フリークキッチンは歌物で3ピースでかっこいいバンドで、俺もなんかアルバムを持ってたりしてたんですけど、でね、マティアス・エクルンドがすごいのは、聴いた瞬間に彼だって分かる演奏なんですよ。その音もそうだし、演奏スタイルも。機材はね、なんかキャパリソンかな、キャパリソンで自身のモデル出してたり、あとアンプはレイニーだったと思いますね。今も多分レイニーずっと使ってるんじゃないですかね。あの人ってなんかね、特徴的な奏法めちゃくちゃ持ってて、ハーモニクスの使い方がめちゃくちゃうまい。完全にコントロールしてるって感じですね。どこでどの音が鳴るとか、あとアームの使い方もめちゃくちゃうまいし、あ、そうだね、全部かな、もうタッピングもそうだし、めちゃくちゃ個性ある使い方するし、今8弦ギターとか使ってましたね。もう音楽のそのなんか探求心っていうか半端ないんで、
ガンガンガン民族音楽取り入れたりとか YouTube チャンネルとかもあるんですけど、もうもちろんその評価はされてるんですよ、全然評価されてるんですけど、いやもっと言ってもいいんじゃないのかなみたいな勝手な俺の思いなんですけど、めちゃくちゃ上手いし、勉強家でもありますし努力家でもある彼をね、もし知らない方はねぜひね一応見ていただいて、好みは分かれるかもしれないですけど、すごい方なのでぜひね見ていただきたいと。そしてですね、第1位がですよ、あのクリス・バックというギタリストで、クリス・バックはね、クリス・バック皆さんご存知ですか、アンディ・ティモンズとかマッティ・アス・エクルのはちょっと年配多分上なんですよ、50代かなぐらいなんですけど、クリス・バックはね多分20代ぐらいだと思う、まだ若いと思うんですけど、YouTube チャンネルもあってまたリンク貼っておきますけど、めちゃくちゃうまい、今の時代に合ったプレイヤーだと思ってて、あの YouTube チャンネルもね、まあ登録者がね結構まあ8万人ぐらいいたのかな、だから、まあ、もちろん評価はされてるんですけど、何がすごいかって言ったらトーンコントロールがめちゃくちゃうまいんですよ、なんでしょう、そこそこ技術って出回ってるから、ネオソウル系のプレイみたいな、まあ大体あのテクニックを使ってるなと思うんですけど、クリス・バックはね、やっぱね、独自の多分テクニックを入れてるというか、指でこうなんかチョップ入れたりとか、あと多分、なんでしょうね、もっと細かいテクニック、名前がないようなテクニックをいっぱい使ってて、全体的にその音を聞いた瞬間、やっぱこの人何かが違うっていう感じで、使ってるギターはヤマハの、なんだかな、レブスター、なんかヤマハのギターを使ってたんですけど、もうその出るトーンがめちゃくちゃ良くて、マティウス・アサトが評価されるなら彼も評価されるんじゃないのかなって俺は勝手に思ってるんですけど、自分の曲とかがねそんなにないんですよね、クリス・バックの場合。マティウス・アサトだったらなんかこう YouTube にアップしてるね曲があるから、やっぱそれがどんどん拡散していく可能性もあるし、まあ演奏スタイルもそうなのかもしれないですけど、クリス・バックはなんかちょっとなんていうんでしょうね、YouTube でそのテクニックを公開したりってするタイプなんで、なんか作品がそんなに前に出てこないみたいな、あのアルバムもなんか出してたんですけど、なんかね そこで別にそんな成功してるわけでもないから、まだそんなにこうなんかねガッと出てないんですけど、でも演奏のスキルっていうのはむちゃくちゃ高くて、自分はよく最近それ見たりするんですけど、いやもっとね言ってもいいんじゃないのかなみたいな、いやでも俺が言うことでもないんですけど、結構注目してますね。だから まだ全然若いので、これからこうガーンっていく可能性もあるんですけど、まあ、今回のテーマに沿った、あの、歌唱評価、そんなに評価されてないっていう分に関して、俺はもっと、彼は言ってほしいなと思いながら、まあ、いや、お前も頑張るって話なんですけど、まあ、すいません、ちょっとテーマに沿ったね、お話なんで、許していただきたいんですけども、まあ世の中にはねもうほんまにすごい人いっぱいいるんで、なんつうんでしょうね、もう評価されてない人だらけだと思いますから、まあ自分が思うね歌唱評価されているトップ3でしたけど、また見つけ次第ねどんどんアップしていきますから。あとですね、私あの本編とは関係ないんですけど、サブのチャンネルやってまして、そっちではあの結構テクニカルフレーズをね早弾き中心のものをねアップしておりますので、まあ、まだそんなに本数ないんですけど、まあ、そちらの方もねぜひよろしくお願いします。